いい拳だ。前よりも少し強くなったかな、赤座殿。上弦の一様は最初にお呼びしました。ずっとそこにいらっしゃいます。私はここにいる。無惨様、お見えだ。義烏太郎が死んだ。上弦の月が欠けた。誠にございますか？それは申し訳ありませぬ。牛太郎は俺が紹介したものゆえ、どのようにお詫びいたしましょう。目玉をほじくり出しましょうか、それとも。必要ない、貴様の目玉など。牛太郎は負けると思っていた。案の定、ダキが足手まとい。はじめから牛太郎が戦っていれば勝っていた。そもそも毒を食らわせた後まで戦い続けず。いや、もうどうでもいい。くだらぬ。人間の部分を多く残していたものから負けていく。だがもうそれもいい。私はお前たちに期待しない。またそのように悲しいことをおっしゃいなさる。俺があなた様の期待に応えなかった時があったでしょうか。産屋敷一族を未だに葬っていない。青い彼岸花はどうした？なぜ何百年も見つけられぬ。私は貴様らの存在理由が分からなくなってきた。返す言葉もない。産屋敷、巧妙に姿を隠している。俺は探知探索が不得意だからな。いかがしたものか。無惨様、私は違います。あなた様の望みに一歩近づくための情報を私は掴みました。思いましがギョッコ、情報が確定したらハンティングと共にそこへ向かえ。そんな反抗的な7歳います？信じられない。パパ、いや、そこで待って、こっちか。また取って、いでで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 で
よし、行け行け行け。行くよ。いい拳だ。前よりも少し強くなったかな、赤座殿。ハハハ、なんだ、なんだ。牛太郎が死んだ。小指立っていた。また。まことにございますか？それは申し訳ありませぬ。ふざけてる。パパさん。申し訳ございませぬ。また。まことにございますか？それは申し訳ありませぬ。ふざけてるの。難しい。これ難しいな。もう一回ちょっと、あ、マジでミシちょっと持ってきて。持ってきてやったよ、もう。ハロー、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 ジャボールビッチ、ジャボールビッチ。そうだよ、ジャボールミッキーの歌。そうだよ。ジャボールビッチ、ジャボールビッチ。OK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  はいはいはい、飛び。俺があなた様の期待に応えなかった時があったでしょうか。俺があなた様の期待に応えなかったことがあったでしょうか。また産屋敷一族を未だに葬っていない青い彼岸花はどうした。マティーニでよろしくございますか。お作りいたします。あちらのお客様からです。ハハハハ。